日本人の平均睡眠時間6時間半世界ワースト1位で一応分かってない人たちのために寝不足による悪影響を喋ってきてともうテストステロンの低下メンタルエレスの悪化健康へのダメージ集中力悪化生産性の低下自己規律の悪化ブスになるストレスイライラの増加あげたらキリがないそりゃあ周り見渡したら雑魚そうな男がいっぱいいるよ日本には寝てないんだもん で寝ないとこれだけの悪影響が出るんだよ。なんで人生の3分の1の時間が睡眠に当てはめられるべきなのかシンプルにちゃんと寝ないとお前が男として正常に機能しなくなるからなんだよ。で周り目立たせばわかるけど正常に機能しない男だらけなんだよ今。お前はどうそのうちの一人かちゃんと寝てるか睡眠の役割は細胞の修復成長。 記憶の整理、そして疲労回復。これらの要素が低レベルに働けばその分お前は低レベルなとこになるんだよ普段の自分の状態見直してみろってやる気が出ないモチベーションが出ない体が動かない集中力がないやることができない頑張れないなんでそんな雑魚い状態にいるのちゃんと寝てる過小評価するな睡眠を過小評価するってことは自分自身をリスペクトしてないのと一緒 睡眠をリスペクトしてないやつは自分自身をリスペクトしてないだって睡眠しないと本来の自分の力を発揮できないんだもん100あるポテンシャルのうちの50しか使えてないんだもんで100になれる自分を50しか使ってなかったらそこにどうやってリスペクトがあるのそれは自分自身にリスペクトしてないと一緒よ 100m 走を10秒で本来走れるのに15秒20秒かけて走ってるようなもんだよあまりにも睡眠を過小評価してるやつが多すぎる自分自身をリスペクトしてない で体は適応するから睡眠不足が当たり前になってるやつは低レベルな状態で生きていくことが当たり前になってる100あるポテンシャルのうちの50しか使えてないのにその50がマックスだって勘違いしてるいやちゃんと寝てみろってお前にもポテンシャルは100あるんだよでこういう話をすると中には睡眠時間を削ってでも仕事をやらなきゃいけないんだとか睡眠に時間を割くなんてもったいないとかっていうやつがいると思うんだけど睡眠時間削ってまで仕事するのはナンセンス ナンセンセスよバカよ。頭悪い。で、そういうことで言ってるやつのほとんどは3時間で終わる仕事を8時間、9時間かけてやってる。なんで睡眠不足でレベルの低い状態で仕事してるから。集中力ないから。生産性低いから。ストレスイライラを抱えながら仕事してるから。メンタルヘルス悪いから。本当に今この世の中は弱い男たちで溢れてる。自己規律持てません。頑張れません。僕には無理です。助けてください。誰もお前のことなんか助けないよ。 まずは自分自身の生活見直せって。自分をリスペクトしろって。自分の時間をリスペクトしろって。自分の体をリスペクトしろって。ちゃんとポテンシャルを100%引き出せるような状態に準備しろって毎日。そんな50%の状態で生きてて何が楽しいんだよ。何が楽しいのその50%の状態で堕落した生活を送って何が楽しいの夜遅くまでスマホいじって、ジャンクフード食って、ネットフリックス見て。 それで朝寝不足の状態で起きて仕事行く。それはうまくいかないよ。それはゴミのような毎日過ごすことになるよ。それはレベルアップできない男として、それは筋トレいけないよ。ジム行こうってなった時に、そのパワー出ないよ。モチベーション出ない、やる気出ないよ。だって寝てないんだもん。それらの自己規律を要するようなことをやるような状態にお前の体は持ってかれてないんだよ。睡眠できてないと。低レベルな状態なんだって。雑魚なんだって。ちなみに俺は9時間寝てる。寝すぎだろ。暇人かよって思うかもしんないけど。 9時間寝てから仕事の生産性集中力もう何もかも俺の肌見ればわかるでしょ見でツルッツルなんだよねその他の面でも睡眠があるから高い自己規律を持って毎日生活できてる反対にちゃんと寝れなかった日そういう日は次の日に毎回毎回その代償を払ってるうまくいかない何やってもきついジム行く気になんないよ その日いい食事取ろうってなんないよ。気が短くなるんだもん。ああ、めんどくせえってなるんだもん。楽な方に逃げやすくなるんだ、それだと。ちゃんと寝てないから。断言するよ。寝てなかったら何もかもうまくいかないよ。俺ら人間が正常に動くために必要な時間なんだもん。で、俺が9時間寝てる理由は、実際にちゃんと深い睡眠に入るまで、それなりに時間が必要だから。8時間寝ますって言って、ベッドに入った瞬間、8時間寝れるわけじゃないでしょ。 ベッドに入ってしばらく経ってから寝るわけじゃん。そういった時間も含めて俺は9時間取ってる。マジで夜中にスマホなんかいじってる場合じゃないよ。遊んでる場合じゃないよ。次の日に向けて100%のポテンシャルを引き出せるように準備しろって。自分をリスペクトしろって。テレビ見てる場合じゃないよ。まあそのまま低レベルな男として低レベルに生きていきたいんだったら、そういった低レベルな準備で低レベルな人生を送っていけばいいんじゃない。それはそれでお前の決断だから。お前のチョイスだから。 でもより上を目指したいんだったら強い男になりたいんだったら理想の自分叶えたいんだったら睡眠は真っ最だってちゃんと寝てなきゃ無理やって頑張れないってモチベーション出ないっていいメンタルエルスが保たれないって睡眠をリスペクトしろそしたら自分自身をよりリスペクトできるようになるからで自分自身をよりリスペクトできるようになったらそれは全てのことに対していい影響をもたらすから。 ね、このチャンネルで何度も何度も睡眠食事運動睡眠食事運動って言ってるよねけどこの睡眠ができてないといい食事も取れないし運動もできないんだよまずは睡眠だって俺はお前が睡眠をちゃんとリスペクトして自分のポテンシャルを100%生かした状態で周りの男たちに差をつけてってほしいってことできつい時こそやらなきゃいけないことやろうぜ